キモい、ガチでキモい。マジで生理的に無理。いやー、張り付こうと思ってんだけどな。なんか反射的に体がこいつを拒絶してる。いやー、なかなかに難しいですね。リスナーさんの中にさ、これクリアした人いる？クリアしてる人いたらさ、これにどれぐらいかかった？俺は今ちなみに7時間ぐらいかかってる。2時間？信用しない、信用しない。ちなみに何でクリアしました？最強の位牌？最強の位牌って何？クラゲくん？もしかして俺の知らない最強の位牌があると？今日で2日目。いや、あのね、あなたが正しいです、それは。それはあなたが正しいです。いや、でも俺的には待って、もうコメントのサンシャイン池崎に釣られただろうが。クラゲではないです。場所を教えましょうか。うわ、待って。それはなんか配信者として良くない気がする。ネタバレは禁止でやってるからね。ヒントはありにしてるけど、そこまで教えてもらうのはさすがにいいって感じやな。ヒント？ラストヒント？え、こん中にあります？これ。多分今。ある？え、ある？待って、あるらしい。え？なんだ？あるらしい。俺的にはこれだと思う。だからこれが一番97ってやべえもん、これ。意味つぶしのロロ。113。安くて最強はありえないんだよ。わかる？あの、安くて最強はマジでありえない。あ、これ135。え、これもしかしてこいつ、圧倒的な破壊力を持つとかある？この。特攻野郎。これ特攻野郎もしかして、2000ダメージ一人。これ。で、6000。もうこれ以上ヒントもらえないぞ。俺的にはスケルトンだと思うけどな、最強の位牌。でもこいつ最強っていうか、こいつ使えないからな、ここの、あの戦いでは。ちょ、待って、試してみるわ。最強のやつはレベル1でも最強だろ？どこなら使えるんだろうね。割と敵も強くないと意味ないから。あの、黄金樹のさ、近くね、あの、守ってるやついるんだよ。そいつと戦わせてみよう。あそこなら召喚できる。特攻野郎を攻撃表示で召喚。おい、待て、わかんねえぞ、これ。特攻野郎、はしかれたが、特攻野郎も目の前で死んでる意味ないぞ。特攻野郎ではまずないね。次、読み女。読み女と、なんちゃらなんちゃら、いきます。これは、マジで強そう、これ。でも割とレベル上げたら強いかもな。これミコさんはワンチャ最強候補。意味つぶしのロロいきます。これ117。あ、なんかめっちゃ強そう。意味つぶしのロロは、雑魚と。はい。魔術師。これちょっと待って。これは、俺がガードしないと意味ないから、ガードするわ。はい。ガードします。23。違うね。アジンダンの位牌いきます。あー、これ違います。
もうあの体力の削られ方を見て、あ、こいつ絶対ちげえなってなった。ね、あともう一回アレキサンダーにチャンスをあげようかなと思ってる。アレキサンダーじゃねえわ。特攻野郎。特攻野郎を攻撃表示で召喚。75。ん、違うな。特攻野郎はゴミですね。俺の分身行ってこい。あ、待って、写し見が欲しいんない。待って、写し見じゃねこれ。回復だな、これ。え、回復するんだけど、こいつ。回復するんだが。写し見だ、これ、最強。いや、まあ僕もね、強いと思ったんですよ、もともと。はい。ちょっと僕もと強いと思ってて、まあちょっと使わないでおこうかなっていう、はい、のがありました。はい。ぶっちゃけて言うと、回復するキャラが一番強い。回復するのと蘇生、復活するのが。だってこいつだって、いや、モロハの剣じゃん。で、多分だけど、こいつって俺の全部をコピーするから、体力とかも関係してくるのかもしれないから、むつしみ乳頭さん来たら、クソくだらない城内って死にそう。7。俺はこいつを最強にするぞ。え、ちょっと待って、最強にしてさ、もう一回ケネスと戦わせてみよう、これ。やばいぞ、俺よりバケモンが生まれるかもしれないぞ、これ。俺のこの騎士よりも。さあ、戦わせてみるか、レベル6。トゥル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 。行け。え？体力バカ高え。もう杖、まだ、これ、固定じゃねこれ、ワンチャン。やーべえ。やーべえ。ガチでえぐい。さあ、行ってみようか。最大まで強化したらやばいことになる。なるね。でもね、俺ね、あいにくレベル7が持ってないんだよな。レベル6は持ってるんだけど、8と9、最大のやつは持ってる。誰か売ってねえからね。第2形態、いや、一回第1形態で使ってみる。これ第二形態ですか？これは第二形態。でも携帯の充電が、第二形態だけに、携帯の充電が切れてる。ああ、死んだ。マジか。なんでお前、のんきに歩いとんねん。やるぞ！決めろ！やったぞ。いや、でも一番脳汁やばかったのはあの二人だね、正直。あの二人。これがあるってことは、ここ、待って、だと思った。これ、絶対ボス、これ。これ、ラスボスです。